ミサヤムさん、捨て去る7つですか。うん、よろしいんじゃないですかね。一つずつ噛み締めさせていただきました。で、今度ガチンコのね、男塾オンライン焼肉会に西アクラ村の山根さんも参加表明の動画を出してくださいましたね。いや、ありがたいですね。今回の更新連絡で山根さんの動画付けさせてもらおうかと思います。おっす。ということで、オンライン焼肉ですけども、当然ですけどもね、男性だけじゃないとダメってこともなくって、女性の参加も全然 OK ですよね。で、そこではね、女性に男にはこうあってほしいみたいなね、その男尊女卑とか抜きにして男にはこうあってほしいみたいなのあると思うんですよ。だからそれをね、なんかね、いただけたら嬉しいなと思いますよね。だからね、男はこうあるべきとかね、女はこうあるべきっていうとすぐにジェンダーなんとかだとか言って始まるんですけども、もうなんかね、これ行き過ぎてないかなと思うんですよ、私は。男らしくとか言ったらね、あ、らしいって何ですかとか言って詰め寄る人がいるんで、確かにらしいとか言うので、なんか今風じゃないのかもしれないけど、まあちょっと分かってくださいよ、そこは。別にね、男女差別をしてるわけじゃないんですから。ただ気持ちの持ち方ですからね。やっぱこう、戦場に向かうのは、女の人を質に追いやるよりも、男が行った方がいいでしょ。女性も、ね、男の人に頑張ってほしいでしょ、そこら辺は。で、その強さを守るために使うってことですかね。まあ女性なり家族なり仲間を守るために、男性はその体肉体を鍛え上げていくわけですよ。何もね、女性を虐げるためとかね、そういうんじゃないですからね。だからこの辺もね、伝えていきたいですね。男は背中に誰を抱えていけるのかっていうね、何を背負っていけるのかってことね、ちょっとこういうのもね、語り合えたらいいかなと思います。はい、ということでございますね。ほんと、50歳アラフィフの挑戦、山根さん、すごいですね。なんかオーディション合格したらしいですよ、最終審査も。しかしね、その後に待っている現実、大どんでん返し、ぜひ、ミスター M さんからもエールを送ってください。フレーフレーやまねーおー。フレフレ山ね、フレフレ山ね。ちょっと深夜なんで声がね、あんまり出せないですけども、いってらっしゃい。